ングランドプレミアリーグのブライトンに所属する日本代表 MF 三笘薫25が契約延長で合意に近づいていると、イギリスメディアフットボールインサイダーが報じている。今季大ブレイクした三笘にはドイツ一部バイエルンミュンヘン、スペイン一部レアルマドリードが興味を示し、同リーグのアーセナルやチェルシー、マンチェスターユナイテッド、ニューカッスルが今夏の獲得に乗り出すと報じられている一方、ブライトンは日本人ドリブラーを引き止めるため、年俸アップで契約延長する方針を固めていた。同メディアは、ブライトンが三笘との契約延長に近づくとし、長期契約を結ぶことに自信を持っている。シーズン終了が近づく中、クラブの優先事項の一つだと伝えた。デゼルビという監督のもと、ブライトンの作り上げられたポゼッションサッカーの中心にいることは三笘にとっても非常に大きいだろう。ブライトンでは、主力のアルゼンチン代表 MF アレクシス・マカリテル24とエクアドル代表 MF モイセス・カイセド21が今夏に移籍する見込み。そこで戦力を維持するためにも、三笘と契約延長し、流出を阻止したいというわけだ。各メディアによると、三笘は契約延長により年俸104万ポンド、約1億7000万円から2倍の208万ポンド、約3億4000万円に引き上げられる見込みで、契約期間も2025年6月末から27年6月末まで2年延長されるという。安いですけど、ブライトンもそんな裕福でもないですしね。増えてもあと1億あるかどうか、それよりマカリスターとカイセドが同時に抜けた後が心配です。この2人はブライトンの心臓と言っても過言ではないし、ここが良いから三笘が自由にやれるスペースが生まれている部分も多い。ここの後釜が失敗すると三笘のパフォーマンスに大きく影響するんじゃないかな。マクアリスタもカイセドも移籍の話がまだ出たりしてるから、仮に抜けるとブライトンとしてはきついよね。三笘がここまで活躍できるのもやっぱり中盤の安定があるからだし、キープレイヤーが数人抜けたら当然役割も変わるだろうから、同じような活躍できるかはわからんね。とはいえよく飛ばし記事でもあるビッグクラブ移籍については、日本人のビッグクラブ移籍ってネガティブイメージしかなくて、一番油が乗ってる時期を寝かされて結局放出されるパターンが一番嫌だね。三笘はそうでないと願いたいけど、個人的にはスタメンでしっかり試合に出て活躍するのがベストだと思うので、ビッグクラブにこだわらずいい選択をしてほしいな。27年までとなると29歳、ブライトンで活躍したとしても年齢的に好条件の移籍が厳しくなるのでは。年俸も2倍止まりというのも少ないような。もっと良い条件を引き出すか、良いところに移籍した方が良いと思う。確かに移籍金を釣り上げるための契約延長とは思うけど、現時点で2025年までの契約が残ってるから、そこにプラス2年の延長だととんでもない額の移籍金の設定になりそう。仮に数年以内にここからステップアップしたいと思ってるなら、このタイミングでの契約延長は結構危険な気も。このままブライトンに泊まって成功したいと思う気持ちが少しでもあるならいいんだけど、より大きいプレミアはエバートンもレスターもハマーズも降格危機に直面する魔のリーグ。ブライトンなんて今好調でもちょっと調子崩すと来年降格争いしてても何もおかしくないけどね。ブライトンは昨シーズン過去最高順位の9位でフィニッシュしたが、それより上の順位だったレスターとウェストハムが今シーズン降格争いしているのがプレミアの厳しさ。昨シーズンのチーム得点王だったモペイやビスマ、ククレジャなんかもステップアップしたが移籍先で苦労しているし、出ても残っても活躍し続けるのは簡単じゃない。
今プレミアで有力選手がフリーで移籍すると思いますか？長期契約は移籍金を釣り上げるのが目的なだけです。三笘であれば好条件の移籍はほぼ確約されているので心配はありません。来年の残るかだけの問題。この活躍が続けば27年まで行かずに買われます。年俸を上げすぎるとそれこそ次の移籍先が決まりづらいですよ。というかブライトンとしても有望選手は売って大金欲しいですし、契約全うさせるみたいな余裕あることしないですよ。